皆さんどうもピーマンドエスというわけで、今回俺と横浜の143日物語実況78回目になりますぞい。今回の実況から阪神3連戦が始まります。今季の対戦成績は7勝3敗、得意にしてる相手ですからね、負けないように勝つ3連勝でいきましょう。いや、ほんと前回の実況はね、ちょっと俺はもう信じられなかった。横浜の野球は7回の時点で勝ってた、終わりだと思ってたから、その神話が崩れたのよね。8回に浅尾くんが打たれて逆転負けですよ。それも中日相手にね。俺はちょっとなんか変なことしてんじゃねえかなと、裏で繋がってんじゃねえかなと、そういう疑惑もねちょっとあったんですけど、まあまあまあ、これから浅尾くんにはもっと頑張ってもらわないとダメですからね。打たれることもあるでしょう。打たれない人っていうのは全くいないからね。でもなんでよりにもよって中日に打たれるのかなっていうね、ちょっと黒いね、疑惑みたいなのが立ちましたけど、もう気にしない。この阪神戦、必ず勝ちましょう。連勝がストップした後の試合ですからね、大事だよ。ここで勝つか負けるか、連敗でいくか。行くわけないでしょ。よろしくお願いします。今回の実況はチームがピンチになった私ピーマンが操作していくんでね、ちょっと最近の試合じゃ俺ピッチャーで打たれまくってるからね、今日はしっかりしていかないと。ひどいよ最近、もうど真ん中にしか球いかないからね。やる気の問題じゃないかな。今日の先発は三島か。三島ね、ここまで防御率 6.58。任していいのか。負けたら連敗。任していいのか。君でいいのか。いいわけないよね。でも他いないからね。番長もスタミナ全部回復してない。ブラウンもね、三島でいいでしょ。三島が今日ちょっとひどい成績なら、2軍の誰かと変えようかな。そうした方がいいと思うよ、俺は。んで、今日のベストオーダーは、相手先発右ピッチャーね。とりあえず、梶谷の打順を下げましょう。もう、ここ最近打てなさすぎ。3割やった打率ももう、ここ最近で2割7分8厘だぞ。落ち着きだよ。6番あたりにいてもらおうかな。んで、今日、筒香ね、あと1日で怪我から復帰か、違和感からね。どうしよう。今日、3番任せようか。で、ギグスがようやく使えるようになったので、怪我から復帰したので、今日ギグス入れて。じゃあ、梶谷7番。ギグスは6番。いや、待って、5番。中島6番。このベストオーダーで戦っていきましょうよ。1戦目必ず勝つよ。行きましょう。今季11回戦目の戦いだ。いや、もう完全にカモにしてる球団ですからね。負けることは当然許されない。ただ不安なのはやっぱこの三島だね。この男はどのようなピッチングをしてくれるか。期待するよ、俺は。1回から打たれるということは間違いなくないと思うからね。3人切りで行こう。うわ、もう出た。勘弁してよ。抑えたからいいけどさ、もうフォアボールやめろ。やめろ、本当に。3番バッターに対するフォアボール率がおかしいよ。まあ確かに鳥谷は制球眼のいい選手であるけどね。いいから与えていいってわけじゃないんだよ。お、エラー出からのギグス。うわー、復帰1打席目でゲッツーって、お前村田以下の存在じゃねえか、お前。ありえないね。ありえないよ、こんな。スタメンで使ってることが恥ずかしくなってきたわ。ひどい。誰も打たんな。ヒット出んぞ、この試合。エラーで出塁。あー、エラー多いね。三塁誰？今ならエラーしまくりじゃないですか、さっきからね。三島も4回までパーフェクト。いいね、被安打ゼロ。こっちもゼロだけど。何このクソつまらん試合。筒香からの、ローペスダメ打った、ギグス。うわー、何これ、ちょっと待って。5回来ましたね。投球データ1応。まあ、全然だね。互いにいいピッチングしすぎだね。やっぱでもこのイニングがちょっと怖くなるんで、まあ、三島の今日の投球内容を考えれば当然5回も行きますけどね。ここで行かさない奴は病気だと思うよ。この投げ合いどっちが勝つか。で、打者データもひどいんだ。全然打たない。ようやく筒香の初ヒットが出たけどね。ギグス、ただでさえね、怪我する前から打ってなかったのね。落としてきてたんだけどね、席を。こんな無様なとこ見たら次スタメンで使いたくなくなっちゃうな。まあいいでしょ。三島とりあえず5回行こう。うわー、ヒット、初ヒット許した。からの抑えていけよ。よし、いいぞ。あー、ピンチ来たね。2アウトランナー2塁。大丈夫。8番だ。ど真ん中は絶対投げるな。って言ってたら投げるんだ。梅野は長打力のあるキャッチャーだからね。やっぱ長打力があるってだけで怖いよ、俺は。でもここは抑える。レッツゴー。どう、グリエル追いついた。よく追いついたか、ファールか。グリエルが追いついたからファールにしたんじゃない今の。違うよね。まあいいか。イエス、ゲッツ、ゴッチャンです。ありがとうございます。簡単に抑えたね。スライダー。この辺、右バッター、ここ攻めときは基本セカンドゴロか、もうショートゴロ引っ掛けてアウト。外の球もブンブン手出してくるからね。はぁ、もうそろそろ1点が欲しいぞ。野手陣頑張らないと。今日の飯はなしだ。
もう何も食べずに帰れ。よし来た来た、この流れ。はい、ミネイのタイムリーツーベース、さすがだね。素晴らしいよ。お前は天才だ。天才すぎる。何何、ピッチャーフォアボール与えてんの。信じられない。三島のこういうとこは嫌いかな。ここまでいいピッチングしてるけどさ、ピッチャーにフォアボール与えるのはあかんでしょ。ほんでその後ピンチ招いてるし。いや、言ってもやらんよ、ここは絶対にね。よし。とりあえず6回。6回投げて7回は様子見だね。やっぱ怖くなるね。こういうとこから崩れ出すんだな、こういうピッチャーっていうのは。よし、2アウトランナー、3塁。で、鳥谷。うわ、得点圏打率高え。あ、でも打率しょべえ。得点圏に、あ、でも待てよ、得点圏強いからな。こういうとこ怖いよ、こういうね、チームのキャプテンっていうのはこういうとこで打つんだよ。よし。チェンジアップ。うおー、決まってるけどね、苦手な変化球、完璧なコース、完璧な球威だぞ。これを見るのが鳥谷なのか。よっしゃー、ナイス。ほう、このピンチ、あっさりいただきました。簡単に抑えましたよ。6回投げ切った。横浜の野球は7回の時点で勝ってれば、勝つというね、神話をまた続けていこうよ。一度、ね、なくなっちゃったけども。これはどうする？ 6 回、7回行くか。今日の投球内容考えたら行ってもいいと思う。でも怖いなぁ。もう1点来るか。あー、ダメ。ちょっと投球内容確認しよう。相手ピッチャーも降りてるね。6回投げ、球数75球、被安打1本でしょ？うん。被安打1本で済んでるのが素晴らしい。うん、素晴らしい内容だ。ただ7回はちょっとやめておきましょう。何があるかわからない。そこまでの信頼関係というのは結べてないからね。俺と、この、三島の間には。今日朝尾、7回朝尾行こう。7回、8回朝尾で行こう。前回の分を取り返してくれ。本当に前回はお前には失望させてもらったけどさ。今日は抑えろよ。はい、OK。OK。OK、ナイス、これだよ、これ。なぜ前回できなかった。8イニングを行こう。ナイス、ヒット打ったぞ。でもそれじゃ前回の分は取り戻せないからね。8回も抑えること。よし、行こう。8回行こう。何ホームラン打たれてんの？何？ 7 番の伊藤に打たれてんの？わあわあわあ、まずいまずいまずい。浅尾くん、浅尾くん。浅尾くん2イニング投げれないピッチャーだ。お前が、お前が、お前が。よしよしよし。あと1人。よーし、よしじゃないけどね。やっぱ浅尾ダメだわ。ちょっと待ってくれ。何基本塁打1本浴びてんの？防御率 2.11 じゃないよ。ちょっとひどい、ここ2試合。2点取っててよかった。もうほんとヒヤヒヤするわ。もう行ってほしいな。はい、ナイス、スコフォアボール。うん、でもね、ここでダイソー送ります、代打。ダイソー。この後どうせ守備固め送るつもりだったからね。誰行こう？松本だね。走力も入り、守備力もある。行こう、松本。入れ。盗塁もいいぞ。はい、ホームラン、レッツゴーロペス。ははは。横浜がピンチになれば、この男が目覚める。おー、梶谷、お前もか、スリーベースヒット。やばいね。ロペス様様だ。ありがとう、ロペス。だから大好きなのよ。巨人時代から大好き。素晴らしい。メジャーでもさすが実績ある選手だね。1000安打打ってますからね、この男。すごいよ。もう褒めるとこしかございません。ありがとう。最終回のマウンドは今日三上。山崎はちょっと調子悪い。この調子だといくら山崎でも抑えられないと思うんでね。あんな顔紫のやつ使いたくねえよ。絶対何かしでかすだろう。で、ショートに倉本、ギグスに書いてね。ほんで他は、ライトに、田村行こうかな。で、センターを使し、センターを松本。ほんで、ライトに、荒波、レフトに田村。で、キャッチャーを黒羽にしよう。はい、これで OK。完璧だね。よし、最終回のマウンド頼むぞ、三上。はい、一人。わい。二人。はい、三人、ゲームセット、ありがとうございます。5対1で無事勝利。ちょっとね、8回に打たれてどうなることやると思ったんですけど、あの後のこの援護。ロペスのツーランに梶谷のタイムリー、スリーベースヒットですよ。ただ、でもまだ梶谷は、しばらくは7番、で使っていこう。7番、8番、7番だね。まだね、この1本だけじゃ俺は信頼というのは取り戻せない。ほんとここ最近リードオフマンとして全然仕事してなかったんだね。梶谷の1本があれば勝ててた試合っていうのもあったんだけどね。よし、快勝だ。まあ、勝てたことを喜ぼう。イエーイ、三島今季2勝目ね。いや、今日は素晴らしかった。これからも1軍で使っていこうと思う。ただやっぱね、最初の1イニング目にフォアボールを与える。そしてピッチャーに対してもフォアボールを与える。この辺はマイナスポイントだね。もっと頑張れよっていうね。
ヨガのピッチャー毎回そうなんだよね。1人2人抑えて3人目の3番バッター今日だと取りたいんですよね。絶対1回にフォアボール与えるのよ。どの先発もね、番長三浦も石田も砂田もそして三島もブラウンもみんなだよ。なんでかわかんないんだけどね。はい、これでロペスは今季13号、ここ最近ホームラン打ちまくっとるからね、チームトップになったか、筒香と並んだんじゃないでしょうかね。ただ浅尾がまたもホームラン、それも伊藤に打たれるっていうね。油断したから下位打線に打たれるんだよ。何、宮崎プレー中に足を痛めたようです。なんじゃって、お前息を吐くように凡退したよな。それなのに、わーつ、あー、まあ宮崎はスタメンの選手ではないからね、代打の切り札として使ってますから。ただ怪我の違和感はどんな感じ、試合には出れるんでしょ。5日か。まあ、守備はないんでね、打撃で結果を残してくれればいいので、うん、別にいいでしょう。引き続き、使っていきましょう。ただ心配なのはギグスだね。今日の内容ひどすぎたよ。これでエラーしてた俺ブチ切れて即2軍に送ってたね。危なかったよ。この男が打ってくれないとな。もう打ってたらもっとスムーズに勝てるんだけど。まあ、でも俺が取った外国人ですからね、期待しますよ。OK、じゃあ今回の実況はこれにて終わりね。この阪神戦、まず1戦目を無事勝利することができました。ありがとうございます。次回は7月4日、2戦目をプレイしていく。明日の先発は藤浪 VS ブラウン。なかなか注目の一戦になるんじゃないの？でも関係ないね。うん。藤浪なんて俺からしたら大したことないから。大谷の2番手。大谷が1。藤浪は2。大谷の後ろにいる人っていうイメージを俺は持ってるからね。大した怖さもないし、藤浪だからどうしたっていうのが横浜の、なんていうの？このスタイル？うん。大谷じゃないと抑えれない。藤浪なんで来たの？みたいなね。みんな疑問に思ってますから、簡単に打っていきますよ。ほんで、明日はついにプロ野球が開幕しますよね。3月25日。セパ同時開幕。プロ野球ファンにはとてもまた楽しみなね、日々が始まろうとしてますのでね、明日の実況も、プロ野球の開幕と、そして私の実況もまた見てくださると嬉しいです。じゃあグッバイ、また会おうぜ。